幼稚園児が育てたブドウが収穫の時期を迎えました。井原市にある青野幼稚園では、子どもたちに地域の特産品に親しんでもらおうとブドウ棚を設置しておいて、今年も色鮮やかなピオーネとシャインマスカットが実りました。今日は7人の園児が収穫作業を行い、袋かけや水やりをして育ててきたブドウを早速味わっていました。ブドウが大きく育って楽しい、嬉しい。汁とかが甘くて美味しいです。幼稚園ではブドウの栽培を通じて子どもたちに地域や特産品に誇りを持ってもらいたいとしています。